信州安曇野穂高神社に伝わるお船祭り。高さ6メートル、長さ12メートルの巨大な船をぶつけ合います。信州出身のバイオリニスト大陸、ぶつかり終わった後にグワッてもうみんなの感情がさらにぶつかり合うシーンっていうのが印象に残りました、ね、なぜ海のないこの山国に海の祭りが伝わるのか。バイオリンという西洋の楽器で日本人らしさ、ジャポニスムを奏でることをテーマにしている彼は、ふるさと信州に伝わるこの不思議な神事に注目しました。事の起こりというか、はい、どういう感じだったんですか。もともとはですね、この安曇野という地名があるように、はい、安曇族という、はい、まあ、一族がですね、うん、九州ですね、まあ、福岡、鹿の島を中心に活躍をされてたんですよ。穂高神社があるのは長野県の安曇野。そこから直線でおよそ750キロ離れた九州福岡県にある鹿の島。国宝の金印が発見された場所として知られる一周およそ11キロの小島です。この島が安曇野に移り住んだ安曇族発祥の地と言われています。遠く九州から海原を渡り山々を越え信州へたどり着いた海の民安曇族。そのルーツを探る旅から海の神和田摘みのロンドが今生まれようとしています。去年の5月、新緑がまぶしい信州軽井沢。野外に用意された特設ステージに立つ音楽家たちがいました。バイオリンとビオラを操る長野県諏訪市出身の大陸、同じくバイオリニストで熊本県出身の健太、そして広島県出身のピアニストのスグル。3人はデビューから15年を迎えたアンサンブルユニットつけ麺です。お疲れ様です。自らこう出てくるこう気持ち、楽しみたいで気持ちをこう何ですかねに応えられるようなものをどうしていきたいですね。なんかちょっと皆さんがどん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 ワクワクするようなことを3人でチームとしてしっかり考えて提示していけるように今準備中です。はい、次はね、今までやってないような自分たちもかなりのチャレンジになったり、お客さんもあっと驚く、なんなら自分たちもあっと驚くような曲を作っていきたいなと思ってます。デビューから15年、3人はドイツやオーストリアなど国の内外で700回を超える公演を行ってきました。3人は自ら作曲も手掛けるクリエイター。日本の文化や自然にインスピレーションを得たオリジナル曲をたくさん発表しています。
大陸の故郷諏訪に伝わる御柱祭を舞台に、山の神への祈りを込めた木遣り。信州上田に伝わる真田重雄氏の物語をイメージした真田組曲、真田幸村、霧隠れ斎蔵、猿飛佐助を主人公に3つの楽章で構成されています。大陸のふるさとにある諏訪湖から太平洋へ流れる天竜川をモチーフにしたはやぶさ。日本人らしさ、ジャポニスムは彼らの音楽の重要なテーマです。北アルプスの麓に広がる信州安曇野、道祖神の里としても知られています。信州出身の大陸は新曲のモチーフをこの地に求めてやってきました。今まで、この信州だったりふるさと、山をテーマにした曲っていうのは結構多くて、逆に今回は海をテーマにしてみようかなと。海、はい、で山に来てるんですけどなんか実は海と関わりが深いっていう安曇野の説があって、それをちょっと今回は調べに来ましたね。大陸が向かったのは安曇野にある穂高神社。その創建はあまりに古く、西暦927年、醍醐天皇の延喜式巡幼朝にその名が登場しています。この神社が本宮で、上高地に奥宮、奥穂高岳山頂に峰宮があることから、日本アルプスの総鎮守とも言われています。境内には船に乗った勇ましい将軍の銅像が。安曇野比羅夫です。飛鳥時代に170隻の水軍を率いて百済の王子を救援し、大いにつかせたという伝説の大将軍。なぜそんな英雄の像がここにあるのか。まずそもそもここって、その海の神様を祀ってるっていうふうに聞いたんですけども、はい、ことの起こりというか、はい、どういう感じだったんですかね。はい、ここのね、穂高神社と言っておりますけど、御祭神穂高の御事様、はい、渡津御事様、新井の御事様、三柱の神様をお祭りしてるんですが、はい、この渡津御事様は海の神様、それでそのお子様にあたります穂高の御事様ということで、はい、海の神様なんですが、もともとはですね、この安曇野という地名があるように、はい、安曇族という、はい、一族がですね、九州ですね、福岡、鹿の島を中心に活躍をされてたんですよ。もともとじゃあルーツとしては福岡だったってことですね。そうです。その安曇族がですね、海を越えて山を越えてこの地に入ってきて、はい、この地を開いたと言われておりまして、それで、その親神様を祀ったのが穂高神社の始まりと言われております。穂高神社がある安曇野から遠く西およそ750キロ離れた九州福岡県の鹿の島。この島が安曇野に移り住んだ安曇族の発祥の地と言われています。この日は穂高神社に古くから伝わるお船祭り、安曇族にゆかりがある祭りです。すごいな、ほら人形も飾られて、一緒に何メートルあるんですかね。高さ6メートル、長さは12メートル。この巨大な船を氏子たちが人力で引っ張り、町の中を練り歩きます。もうちょっと
長野県の無形民俗文化財に指定されているこの祭り、安住族の英雄で朝鮮半島で戦死した安住の平夫を追悼するために始まったと言われ、毎年その命日に行われています。船の上には精巧に作られた穂高人形。いや、今その小さい船と大きい船が勢ぞろいした感じなんですけど、やっぱ揃うとめちゃめちゃ圧巻ですね。はい、人形がまたねリアルなんですよ。そう、本物の人間も乗ってますけど、でもねなんか迫力あるんですよね、はい、特に、これがぶつかるってなるとねかなりの迫力だと思います ね。いよいよ祭りのクライマックス。神社の境内に巨大な船が入ってきました。これからこの大きな2隻の船を力の限りぶつけ合います。見守る人たち、氏子たちの緊張感も最高潮へ。すごい迫力ですよ。掛け声とともにぶつけ合いの始まりです。ぶつかり終わった後にグワッてもうみんなの感情がさらにぶつかり合うシーンっていうのが印象に残りました、ね、なんかそれが長野の御柱祭りの火落とし終わってみんなガーッと集まってくる、はい、なんかそのエネルギーにも通じるところがあって、はい、なんかそれはすごい思いました。すごいお祭りだなと。海からやってきたという安住族、そのルーツは九州鹿の島。そこには何があるのでしょう。お船祭りから1ヶ月後、大陸のふるさと諏訪市にある志賀小学校です。創立150周年を迎えた学校の記念式典に大陸は特別ゲストとして招待されました。2011年東日本大震災の年に大陸たちはこの学校の子どもたちと一緒に歌を作りました。合唱曲星歌です。ここが隣、もう一つの音楽室になるので、あ、ここじゃないですか、作ったところ。そうですね、そうですね、ここですよね。私も写真を見てこちらじゃないかなって思って。あ、ここです。あれ、これそこって扉閉まりますよね。あ、閉まります、閉まります。ここだったっすよね、間違いなく。うわ、もう12年前。この音楽室で合唱曲星歌が生まれました。これはその当時の映像です。ありがとうです。自分の歩む道、ふるさとの光。児童から出てくる言葉を書き留めるのは大陸の小学生時代の恩師、林先生。ただ言葉を並べただけでももう歌になっちゃうんです。綺麗な星空だね。
今適当に歌ったんだけど、だけどこんな感じであなたたちの作った言葉詩に曲がそのまま乗っかっていくだけでもう歌になっちゃう。いやー、こうやってね模造紙に書きながらみんなで考えてたんですよね。ここでリムス置いていただいて。懐かしいですね。いろんな教室にも貼り紙がいっぱいあります。ああそうなんですね。学校中にこの歌詞がもう貼られて、あのお正月からですね、もうお正月の私の校長講話から皆さんいよいよ歌い始めていこうねって言って、そこからずっと練習してるので、もうほぼね10ヶ月は毎日歌ってます。もうこれは終わらせてはいけなくて、うちの学校のもう第二校歌のつもりで一生覚えててほしいなと思ってます。嬉しいですね。歌詞もほら考えながら作ってくださったですよね。歌詞もそうですね。みんなと一緒にちょっとここどういう感じがするとか言いながら、こうみんなのこう、あこんな感じっていうのをちょっと取り出していって、後でそれをこうまとめたみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですねこれは。いやー、その時だけで終わらなかったっていう。開校150周年の記念式典、全校児童で星歌を合唱です。きっかけは最初ねつけ麺で演奏するために作った楽曲なんですけど、まあ、それがどういう人生どういう方向に転がっていくかわからないし不思議だなとも思いましたし、まあ、子供たちと一緒に考えた内容なんですけど、改めてこうスクリーンに出てた歌詞読んでて、あいい曲だなと思ったんですよね。純粋にだから生まれたっていうだけじゃなくて、そのエネルギー子供たちの声でまたあの若々しい声で歌うことでぐっと感動するものもありますし、あの詩画賞を発信としていろんなところに広がっていくんだったらこんなに嬉しいことはないなと思います。こちらは飯山小学校開校150周年の記念式典。星歌は今県内のみならず全国各地の学校に伝わり、音楽会や合唱コンクールで歌われています。
諏訪の子どもたちと作った歌は時間と場所を超え伝わっています。大陸の新曲作りの旅も続いていました。遠く九州から来た海洋民族安住族、彼らは何を求めどうやってこの信州にたどり着いたのか。大陸の安住族への思いは日に日に強くなっていました。安住族は穂高神社がある安住の上、遠く離れた九州の鹿の島からやってきたと言われています。その距離は直線でおよそ 750km。 安住族は長い年月をかけいくつものルートでやってきたと見られています。その一つは日本海側からのルート。能登半島にある石川県鹿町の名は安住族のルーツである鹿の島の名残とも伝えられています。安住族は翡翠を求めて日本海を北上、糸魚川へやってきたと考えられています。そこから姫川を上り安住野にたどり着いたといいます。安住野に向かう途中、白馬村の青鬼集落では兜作りという屋根の古民家が点在しています。屋根の尖った形状は渡来人の船がモチーフと言われています。この他に瀬戸内海から滋賀県を抜けていくルートがあったのではないかとも考えられています。琵琶湖がある滋賀県の滋賀も鹿の島の滋賀を連想させます。その元となったと言われるのが琵琶湖の西側、大津市の滋賀地区。九州の鹿の島とゆかりがあると言われています。またその北を流れる琵琶湖最大級の河川阿戸川、安住と書いて阿戸と読みます。これもまた安住族との関係を彷彿とさせています。さらには九州から四国の南を通り太平洋を東へ進んだというルートも。渥美半島の渥美は安住族の安住の名残ではないかという説もあります。一路海沿いを走る車にはつけ麺3人の姿が。いよいよ九州鹿の島へ、安住族発祥の地へ向かいます。九州福岡県鹿の島。つけ麺の3人がやってきました。高台からは日本海と小さな島々が見渡せます。ここ鹿の島はかつて国宝の金印が発見された場所であることで知られています。なぜ鹿の島に、そう、鹿の島に、鹿の島に来てるんですかね。安住のって聞いたことあります？安住の知ってますよ。もうね、はい、水とか、そう、水も綺麗だし、まあ、有名なね、縄通ってる町なんだけど、うん、そこでその穂高神社のお船祭りっていうのが船と船をぶつけ合う祭りなんですよ。でもおかしいと思いません？長野って海ないじゃないですか。ないっすね。まあなんでそんなことするんだろうってな。そう、海ないのに船と船をぶつけ合うっていうのがこれおかしいなっていう話なんですけど、はいはいはい、でこの安住族っていうなんか一族がいたみたいなんですよ、うん、その安住族のルーツをたどっていくと、うん、トゥトゥトゥッとこう九州の方に来てですね、どこにたどり着くかっていうと、うん、ここなんですね。めっちゃ絶好なんですけど。これ何につなげていくんですか、その意味は。
いや、だからこれを、今回は曲にしようかなという、そういうことです、ね、ああ、なるほど。そうなんですよ、やっぱり海と山の融合、まあ、今まではね、その長野の山だったり自然だったりそういうのをテーマにしてたんですけど、この、なんですかね、異物感というか、はい、今までなかったこの山の要素に海の要素が入ってきたんで、そのルーツをたどる、まあ、旅みたいなことですよ、今回。なるほど、見守れと。まあそうですね、いや一緒に作ってくれてもいいですよ、もちろんもちろん、ここ俺に作らせろっていうのがあってもいいですよ、お願いします。鹿海神社、古来より海の神の総本社と称えられ、海の神様である渡摘み三神を祀っています。渡摘みの渡は古代語で海、つまり渡摘みは海の神の意味。また安住族の安住は渡摘みの五感が変化したものとも言われています。安住さんじゃないですか。はい、安住族なんですか。そうですね、僕の母方の家になるんですけど。あ、そうなんですか。安住族の家で、もう何代目っていうのがわからないぐらい、実はそうですよね、はい、古い家ではあってですね。え、じゃあもう祖先渡摘みの神様まで行くことですよね。そうですね、はい、古事記にも実は載っているような家であってですね。すごいですね、はい、のルーツだったりとか、はい、まあ、その信州とのそのつながりみたいなのがあれば、ぜひ教えていただきたいなっていうのがあるんです。向こうでエゴっていう、エゴ、まあ、海藻を使った、はい、ところてんみたいなものがあると思うんですけど、はいはいはい、実は全く同じものがこの福岡では食べられております。そうなんですか。おキュートって言われてるものなんですけど。あ、言い方は違うんですね。そうですね、エゴ、向こうではそれこそ安曇野の方とかではエゴって言われてるものなんですけど、そういった海藻を食べるっていう文化が安曇野の方まであるっていうのが、やっぱりこの福岡、そして鹿の島っていうところのつながりになるんじゃないかなという、はい、痕跡を残していったってことですね。そうですね、特に長野県という場所は海が面してない県であるのに、はい、そういった、まあ、海藻が食べられるっていうのは、やはりここから出ていった民族というのが、その安曇野の地まで行ったっていう証拠の一つなんじゃないかなというふうに思っております。なるほど、食べ物以外のこうなんですかね、つながりみたいなのもあったりするんですかね。そうですね、僕がすごいびっくりしたのが、穂高神社さんのお祭りに行った時に、はい、まあ、ご参列させていただいたんですけど、はい、その時に最後納めの手って鹿海神社で言うんですけど、はい、全く同じ作法を穂高神社さんでもやられてたんですよ。あ、そうなんですか。で、その作法も実は私太宰府天満宮にいた時には、その作法を太宰府天満宮ではしないんですよ。しない、はいはい、ただもう僕がもう人生の中でその同じ作法をしているのは、もう穂高神社さんとこの鹿海神社でしか見たことがないということが、そうなんですか、はい、ちょっと鳥肌が立って、まあ、やっぱつながりがあるから、そういった同じ作法を守って守って守って今につながってるんだなと思って。あ、そうなんですね。船っていうところから始まって、はい、まあ、ここにたどり着いたんですけど、まあ、それを、そういうのをまあルーツに元に、まあ、楽曲を作ろうとしてるんですよ。なので、まあ、そういうふうにお話を伺えてよかったな。ああ、まあ、先祖たちがつないできたこの悠久の歴史というものがまた曲に表れてきたりとか、この鹿の島という場所だからこそ感じるものというのもたくさんあると思いますので、ぜひ形にしていただければと思いますので。ありがとうございます。ありがとうございます。神社から車で10分、3人は島の最北端にやってきました。鹿海神社の沖津宮です。干潮時にはこの小島への道が浮かび上がり、歩いて渡ることもできる安住族の聖地。これはなかなか行けないですわ。これ行けそうで、距離結構ありますよ。しかもね、結構流れ早いですね。早いね。今日は行けないですけどね。でも鳥居がちゃんとありますね。ありますね。近くまで来れましたね。
今までにないこのなんていうかね感覚、なんかイメージどんどんね湧きそうですね。結構やっぱその海も厳しい感じが出てますよね。これ厳しい曲ができるんじゃないですか。厳しい曲荒いんだ、荒々しい一面はできるんじゃないかなっていうのはありますけどね。すごいね。まあこれをみんなで一緒に見れたんでね、みんなで素晴らしい曲を完成させていけたらいいなと思いますね、はい。のルーツを探る旅から1ヶ月後、3人はコンサートツアーで再び信州に戻ってきました。終演後に3人が向かったのは安曇野の穂高神社。この夜行われていた祭りは神明かり。およそ1万本の竹灯籠に明かりが灯されています。穂高神の御事の姉で九州の祖母山の神豊玉姫の山への思いから始まったとされています。九州と信州をつなぐ絆、海と山を結ぶ伝説から新たな音楽が生まれようとしています。13日、上田市サントミューゼの美術館でミニライブが行われました。怪獣王ゴジラのテーマ音楽とクラシックの作曲家ラベルを組み合わせた題してゴジラベル、つけ麺ならではの演奏です。ゴジラ生誕70周年をテーマにサントミューゼで開催中の特撮の DNA in 信州上田展。ライブで映画音楽を演奏しているつけ麺のメンバーも実際の撮影に使用した歴代ゴジラの展示品に興味津々。この展覧会の開催を記念したコンサートでつけ麺は海の民安住族をテーマにした新曲を披露します。いやすごいですね。もう全国からいろんなゴジラが集まったって聞いてはいたんですけど、いざ見るとその芸の細かさにね感動ですね。今ちょうどね初演を迎える前日なんですけど、仕上がりまして、まあこのねゴジラマイナスワンのゴジラを討伐する作戦がね和田摘作戦という、名前なんですけど、我々の和田摘作戦持っていきましたね。和田摘という曲名は、はい、たまたまそうですか、はい、海つながりですよね、はい、そうですね。山なんですけど海つながりなんですよ。その安住族が海からこう到来したっていうところで、まあたまたま本当にね京都こう重なってしまったんですよね。すごい偶然だなと思いますね。まあおそらく瀬戸内海のあの辺りを通って上がって山にたどり着いたわけじゃないですか、このね経緯、この旅と、もともと海なんだっていうとか、旅をして山のこの新天地を見つけられた時のその彼らのその何とも言えないこうふわっという気持ちもねその曲に入ってますんで、あとやっぱりね
世の中にこういう曲って多分ほぼないと思うんですよ。だから3人のその別々の人間のアイデアを一曲にこう変化していく、グラデーションで変化していく曲って多分ないんで、もうどういうふうに、ね、聴き手が感じるのかっていうのも全く読めないけど、唯一無二というね、本当にそういう楽曲ですね。こう長野にたどり着くまでの変遷を3人でこう共有したからこそ、またこの振り幅のある曲ができたんじゃないかなと思ってます。一人じゃ書けない振り幅、一人じゃ出ない頑張ります。そして迎えた新曲発表のステージ、ホールには県内外から多くのファンが詰めかけました。今日はね、サントミューゼ開館10周年記念ということで、まあ、つけ麺は約6年ぶりに戻ってくるんですけども、めちゃくちゃいいホールで、またね、皆さんの心ほっこりとするライブをしましょう。します。いつも通り、はい、我々つけ麺に火の打ちどころはない。よし、安住族の、ルーツをたどっていくと、和田摘みの御事というね、そこの神様に、海の神様に行き当たるわけです。そんなルーツを探るためにね、実はこの3人で、まあ、いろんなところへ行きまして、その安住族のね、まあ、たどる旅じゃないですけど、まあ、3人でいろんなことを感じながら、実は、3人一丸となって作った楽曲なんですよね。まあ、今回は一つの曲を、3人で作ったということで、まあ、この長野、山なのに海をテーマにした和田摘みお届けしたいと思います。聴いてください。Thank you.
新曲の和田摘みがもうめちゃくちゃ心に響いて、はい、もううるうる来ました。今回初めて、はい、見させていただいたんですけども、何回も泣いてしまいました。なんかもう心の琴線に触れる音楽っていうか、とても心に染みて何回も涙してしまいました。歴史まで感じるかのような、なんか本当にやっぱ海のない長野なんだけれども、海も感じるし歴史も感じるかのような、すごく深いし、なんか感動しました。海の民、安住族のルーツを探る旅、それは人と人とのつながりを探す旅でした。遠く九州の海から長い年月をかけて信州へやってきた海の民の絆、新曲和田摘みによって3人にも新たな絆が生まれました。トークと一緒で、誰かが何か言ったらそれに対して誰かが何か言うみたいなのと似てて、誰かがテーマを作ったらそれに対して誰かが展開させて、それをさらに展開させてって作っていったんで、なんか一人では絶対できない作品ができたなと思いますね。現地、鹿の島の現地行って、鹿海神社とかも行ってですね、いろんなお話を聞いて、やっぱりそこからどういったこうエネルギーが生まれてくるのかみたいなね、そういったものすごく教えてもらったというか感じさせてもらったので、3人でこの一つの曲を、1の曲をですね、この力を合わせて作るっていうのはあんまりつけ麺でも機会がなかったので、すごいいい新たな一つの僕たちの持ち曲になったんじゃないかなと、まあ、今の時代とリンクしていることがすごく多いので、やっぱりこう切って切り離せない今の時代との、どううちらの音楽をこう投げかけていけるかっていう、そこに反応していけることも一個大事かなと思いますね。大成功。大成功。大成功。